橋村キアの呪術プリスト。MC は橋村キアです。はい、ケンニから来ましたマカピンです。はい、橋村キアの呪術プリスト、今週もやってまいりました。まず定休みお願いします。はい、橋本キアの呪術プリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、呪術一式一徹、イサミ、ベリーハートゥーサブミット、ラスコンチェス、ルマウ、株式会社フルホース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。はい、はじめきやじゅうする、まずは告知。はい、ラスコンチャス、ケニー板橋です。はい、なんで来ましたか？これは今回ちょっとビッグなニュースですね。はい、コパラスコンチャス2016、はい、開催します。イエーイ、開催決定です。はい、1月の31日ですね。はい、タイトルバセスポセンターのメインアリーナ進出、うん、メインアリーナです。イエーイ、ちょっと緊張してます。これ悲しくてからも緊張してます、僕も。はい、震えました、ちょっと。はい、そうで、最初ね、この柔道、最初はね、ミューズホールでね、チンケな大会から始まって、はい、それから、タイトルバサイトの柔道場に始まり、はい、でついに5年目にして、はい、メインアリーナ進出。そうですね、メアリーナってやっぱイメージがコパブルテリアとか、まあ、大きい、うん、そう、ドゥマグランプリとかね、はい、大会のイメージがあるので。そうなんですよ、正直ビビりました最初は。そう、でもやるしかない、やるっきゃない、うん、やるっきゃないとやるっきゃないとっていうのを何回も言いました、この中で。はい、はい、まああと、はい、あれですかね、これもあれか、まあラスコンチャスらしい、面白い企画なども、うん、入れて、まあ、イベント的な要素もあり、うん、いい大会にしたいと思います。じゃあまずね、はい、この開催会見の記者会見を行ったので、その、はい、映像から見ていきたいと思います。VTR スタート。コパラスコンチャス祭、ケニー板橋です。コパラスコンチャスは年に1回開催しております。今回で、5回目となります。過去に行った大会も、回を増すごとに、規模も大きくなっております。今回5回目になるんですけども、タイトリバーサイドのメインアリーナに進出します。非常に、興奮しております。この大会でも、ラスコンチャスらしい、楽しいイベントになったらいいなと思っております。ご参加よろしくお願いします。続きまして、大会のルールディレクターを務めますエジソン籠原よりコメントいただきます。この大会 の、 ルールディレクターの籠原エジソンです。今年の秋から日本でもどんどんこういうASJJ ルールの大会、アドバンテージない大会と、レフェリー判定もない大会で、まあ、同点の場合はサドンですね。で、最初にポイント取った選手が勝ちになる。だから、でこの大会もコパラスコンチャもこういう ASJJ ルールにでやります。で、まあ、こういうね、レフェリー判定とかないってなっていくと、あやふまの、判定がなくなるし、でみんなアグレッシブな試合をやらないといけないね。で1本取る試合取りたい、取る選手とかにはすごくいい試合、いい大会です。皆さんご参加お願いします。最後に大会のメダルガールを務めるアイドルグループ KMU のモカピンこと竹下モカさんから一言いただきたいと思います。はい、今回のメダルガードをさせていただきます。経営入から来ましたモカピンこと竹下モカです。私は今年の1月からメダルガードをさせていただいたりとか、あと
柔術プリストさんの方でですね、アシスタントをさせていただいたりとかしております。コパラスコンチャスさんのメダルガールは初めてなので、いい試合が見れればなと思います。コパラスコンチャス、今回で5回目ということですが、過去の大会のことを教えてください。はい、第1回目はですね、ミューズ、代々木のミューズ音楽院のホールで、70名ほど出場していただいて、2回目からは、台東リバーサイドのスポーツセンターの、柔道場で行いました。で、先ほども言いましたけども、回を重ねるごとに、参加者が、増え続けております。今回メインアリーナで進出ということで、非常に厳しい勝負となりますが、ギーアリー、ギーだけではなく、ノーギーも同時開催し、ラスコンチャスのが、スポンサーさせていただいている、選手のスーパーファイトなども、企画しております。決まり次第また情報の方は、告知していきますので、よろしくお願いします。今大会は ASJJF ルールということですが、このルールのいい点を教えてください。ちょっと今までの IBJJF の、日本みんなそういう IBJJF ルールがほとんど慣れてるんですけど、今回ね、そういう新しいルール、アドバンテージないルール、レフェリー判定ないルールで、サダウン、同点の場合はサダウンになるルールになるんですけど、これはね、どんどん今みんな慣れてきて、結構マッチになってるんでね、いい試合になってるし、サダウンになる時もすごく盛り上がるし、最初にポイント取りたいし、お互い譲らないから、すごいいい試合になっていくんだね。で、すごいアグレッシブな試合になって、平均的な大会見ると、一本がすごく多いになっていってるんだね。だから本当の充実の、ね、充実はやっぱり競技としては一本を取る競技で、で、こういうルールはもうみんなアグレッシブで一本取らないといけないから、すごい、結構今みんな気に入ってるルールですね。で、今大会盛り上がりましょう。お願いします。モカピンに質問です。今大会に期待することを教えてください。はい、私はですね、まだルールとかまだよくわからないんですけど、一本はですね、やっぱわかるので、おおと思うので、たくさんの一本を見れればいいなと思います。はい、プリストもそうですし、メダルガールもさせていただいて、柔術にですねすごく興味が湧いてきたので、これから柔術を学んでいきたいなと思っています。柔術のですね、柔術界のアイドルを目指していきたいと思いますので、よろしくお願いします。最後に、解禁出席者の皆さんから一言ずついただきたいと思います。じゃあ僕から、そうですね、ラスコンチャスらしい、楽しいイベントにしますので、ぜひ、参加お待ちしております。よろしくお願いします。いい大会とこういう新しいルールで、みんなどんどん日本でも慣れてきて、アメリカとかブラジルは結構今みんな慣れてきて、すごいいいルールって言ってるんですね。だからみんなアグレッシブで頑張ってください。ご参加もお願いします。はい、そうですね、日頃の成果を見せられるとてもいい大会だと思いますので、ぜひぜひたくさんの方々にお会いしたいなと思います。ぜひぜひご参加お待ちしております。はい、はい、そんな感じでね、この、記者会見動画見てきましたけども、記者会見やってみてどうでしたか？めちゃくちゃ緊張しました。なんかいつもの自分じゃないみたいな。ねえ。はい。めっちゃかしこまった感じ。そう、目もうつろな感じでね。はい。あとエジソンが話したときは、なるべく大きくうなずいてあげました。勇気づけるために。そうで、いいよ、いいよねえ。ピンピンどうですか？すごい緊張しちゃって、もう、自分がちょっとなんかもう何言ってんだろうとか思って。ねえ。別にそんな。普通に考えたら NG ですけどね。そう。けど、ね、もういいやっつってね、一発撮りでやりましたけどね。はい。そういうな感じでね、記者会見もやりつつ、はい、で、本当会見で言った通り、柔術やって、農技やって、
スーパーファイト組んで、メダルガール入れて、はい、でまた全員参加のくじ引きやって、はい、その他もろもろやろうと思ってますのでね、はい、ケニー板橋がもう頑張ると、はい、ちょっと今は本当スポンサーさんとかからお金を集めて頑張っておりますので、そう、ね、金をねばらまくと、はい、キャップね、やっぱりそれなりに大きいとね、うん、お金もかかるので、そうそうそう、そこがちょっと痺れますけど、そうだからジュースプリスカップはできないんですよあ、そうですね、ジュースプリスカップ出ようと思って期待した人はちょっとこっちの方に来てもらえると、そう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 、それでいいと思います。1月、はい、これですもんね、1月の、そう、はい、ね、もう本当にもうそうです、1年、はい、ジュースプリスカップのメダルガールでデビューですからね、はい、ピンピン、今まで全然わからない状態で、はあ、1年経ちましたから、はい、あれから経ちました、わあ。経入歴も1年経ってね、そうですね、ジュース歴も1年経って、はい、まあ、頑張ってもらいます本当にはい、あ、まあそんな感じでコパラスコンチャス、はい、1月31日タイトルバースポーツセンターメインアリーナ、はい、ケニーもいる、はい、ピンピンもいる、はい、まあ、俺もいますのでねぜひぜひ、ご参加ください、お願いします、お願いします。はい、続きまして、はい、11月の7日ショーロールジャパン初売り、これをね行ってきましたので、こちらの様子も見ていきたいと思います。はい、それでは VTR スタート。はい、今日はですね、もうこの代官山の蔦屋来ております。ここなんとですね、ショーイロールジャパンついに初売りということで、ね、もう朝早くっていうか、もう昨日の夜からね並んでる熱心なファンいるので、今日の初売りの様子バッチリと紹介したいと思います。はい、こんだけねいっぱい並んでてね、もう朝始発過ぎてから人が多く並ぶようになりましたね。Welcome from? 沖縄。 So what time you came? We came about 10 p.m.Yeah, last night. そう、前の日の、ね、10時から並んでる沖縄の嘉手納基地、はい、びっくりですよ。ショイロールギーけどね、あのショイロールの道具はね、これが初めてだっつんでね、初売り、どうですか。欲しい、買いたいですね。ちょっと遅れてきちゃったんですけど、ゲットしたいです。はい、ショイロールの初売りどうですか。いや、もうかなり楽しみにしてます。はい、今日朝何時に来たんですか。5時半にから並んでます。ショーロール道着持ってますか。いや、持ってないんで、ちょっと明日のブルーディスティニーのためにベーシート1着買いたいと思います。サイズは何を。H です。買えるといいですね。買えることを願ってます。はい、はい、もうこの朝になるともう結構もう人を並んで100人ぐらい並びましたね。これが、まあ、展示されてるブースですね。あんま大きくないんですけど、あの社長のベアも自らね道着一生懸命売ってました。はい、無事に黒道着買いました。もう買えて良かったですね。今2着もこの人なんてね、道着2つ買っちゃって、この日にだから2つも買っちゃって、そう、6万超えですよ。わー、昨日 How was it? You got it? Long wait. Very long wait. オース。みんな、オース。ありがとうございます。買いました。ありがとうございます。もうみんな買ってニコニコですよ。ありがとうございます。うん、はい、朝から並んでね、買いました。ショーロールの道着これですね。はい、買いましたね、これ、この今日の黒のコンプスタンダードなのかな、 A1 ですね。はい、これとT シャツ、テリー・リチャードソン T シャツ、この白と黒1枚がですね、5000円で、まあ、税込みで5400円ですね。で、道着買うと先着40名にこの、iPhone ケースも付くということで、ね、今回ね、本当朝始発の5時に来て、で5時に、渋谷駅着いてタクシーで代官山まで来て並んで、前から20万名ぐらいです。で、1人、5人ぐらいずつかに中に入ってサイズ選んで買うって感じでね。ただもう A1 サイズとかもうちょっと品薄みたいなんで、まあ、ほんとギリギリ買えてね、良かったなと思います。はい、で、ショーヨロージャパン今回初売り、ね、もう100人以上並んでました。もう非常にね、盛り上がったと思います。これから第2弾、第3弾あると思いますけども、このブームまだまだ加熱しような勢いがあるんですけどもね、またこれからどうなるのか随時レポートしたいと思います。ありがとうございました。
はい、そんな感じでね、もうショーヨロジャパンの初売りということでね、行ってきました。このショーヨロールの初売りのその動機が何着出るのかとか、はい、何サイズが何着あるとか全然分かんなかったんで、本当にもう一切情報がない状態で行ったんで、もう帰るのかどうかドキドキしながらね、うん、行って、俺が行ったのがもう言った通り始発で行って、5時にツタヤの前に着いて20万目ぐらいです。で7時にツタヤ、ここの代官山ツタヤって、2時閉店の7時オープンなんですね、うん、で7時から初売りになってるんで、 でその7時の時点で大体100人ぐらい並んでて、で、8時、まあ、9時前ぐらいにも完売したそうです。はい、ということなのでね、まあ、買えた人はラッキーだったなと思いますね。でこの本当に道着を代官山で売るっていうのも初だし、でこんだけ並んで買うっていうのもちょっと初めてのことなんでね。しかもお値段3万円ですね。まあお安くはないですよ、うん、でまあ普通の道着、国内で売ってる道着ってやっぱ2万円超えるものってあんまりないので、そういう感じちょっとお高いなっていう感じはするのかもしれないけど、それでも 100人以上がねパッと買ってなくなっちゃうっていうんだから、これはちょっとすごいなと思いますね。はあ、それがまあショーヨロジャパンのね初売り、良かったと思います。どうですか。いやもうラスコンチャスのもうね、あんな感じで売れる日が来ればいいなと思います。そうですね、はい、まあ、ショーヨロはもうやっぱアメリカ海外でね、はい、もうバンバンやってる状態でバンって来たんでね。そうですね、イメージ戦略が上手ですよね。すごい、はい、やっぱ違いますね、はい、普通の格闘技ブランドじゃないですよ、うん。まあ、テリー・リチャードソンの T シャツだっつってね、5400円、普通のアパレルですよね。すごい。でもそれを売れるように付加価値つけてね、すごくうまくやってますね。やっぱデザインですよ、3万円という値段もそうだし、で生地がどうとか縫製がどうとか言ってるわけじゃないじゃないですか、うん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 、でやっぱデザインを見て、あこれかっこいいっつって買ってるんで、やっぱデザイン重視ってことはやっぱりその本当にもアパレルですよね、うん、道着としての機能性よりもやっぱりそっちのデザインの方で希少価値とかそういう付加価値の方で売れてると思うので、本当に新しい売り方、新しい切り口で言ってるなっていうのをすごく思います。で、これからもね、ウェブサイトをオープンして、これから、定期的に道着のリリース、アパレルでラッシュガードパイプパンツいろいろ売るようなのでね、こちらの方も、注目していきたいと思います。はい、CM です。プリストセレクション、イエイ。はい、このコーナーはおすすめ商品や新商品をおすすめするコーナーです。はい、今日も、東京イサミの中里さんに来ていただきました。はい、イサミの中里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はどのような商品でしょうか。はい、今回はこちらですね。じゃじゃん、筋肉マン。はい、リバーサルグリッター筋肉マンの T シャツですね。はい、はい、どうですか、モカピ。いや、ちょっとアニオタっていうのさっき聞きましたよちょっとウォーズマンを今探してるんですけど。ウォーズマンいません。ウォーズマンいないですね。ちょっと好きだったんだけどな。はい、で今回がトライフォースと、はい、リバーサル。そうですね、トライフォースとリバーサルと筋肉マントリプルコラボになります。はい、はい、で、デザインは、はい、まあ、コラボレーション、この企画のためにリバーサルがデザインさせてもらったものになります。はい、かわいい。ちょっと白と黒でデザインが違いますね。そうですね、で限定になっておりますの で、はい、でトライフォースさんの方ではもう夏にですね、もう多分予約とか受け付けて販売していたと思いまして、はい、でイサミ全店ではもう今このタイミングから発売することになりましたので、はい、こちらですね、ロゴもここに入っています。かわいい。お、あ、確かに、これもここにある。筋肉マンシリーズはこれで
リバーサルは多分第4弾ぐらいになると思うんですけど、そう全部人気なので今回のこれも早いと思います。はい、かわいい。アシュラマンとかラーメンマンが充実に来てますね。すごい、これですね。ぜひぜひアニメ好きな方にも、はい、筋肉マン好きは皆さん買ってくれると思います。はい、はい、かわいい。ぜひこちらよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。呪術プリスト、はい、今日は10月18日愛知県半田市の青山記念武道館で行われたドゥマオオープン2015の試合を見ていただきます。こちらの試合見どころはどんなところですか？はい、まあまあドゥマオの愛知大会ですね。もう常にやってる、もうに、はい、ブラジル人がもうワンサが出てる、本当に7割8割ぐらいブラジル人率が高い大会ですね、はい、今大会はですね、なんとマット も多くて参加者も400人500人ぐらい出たっていうね、もう大規模大会でした、はい、この試合の中からね、厳選した試合の数々見てくれると思います。はい、それでは VTR スタート。はい、女子アダルト着浪帯オープンクラス決勝戦、イザベル・ソーザ対ケイト・ウィルソンです。はい、このイザベル対ケイト・ウィルソン、はい、あの去年のドゥマウの大阪大会で試合やって、その時にはあのケイトが勝ってるんですね、はい、でこのリベンジマッチ、1年ぶりのリベンジマッチ、そして、はい、もうイザベルはもう黒帯でね、この着浪帯でやってるんでね、はい、どうでしょうかっていうところですね。あのケイトはオーストラリアから来てますね、うん、そしてイザベル・ソーザはねどうなんでしょうか、はい、こちらの方はね、はい、見どころありますよ。この女子のね、着浪帯の試合なんてなかなかねないですからね。初めて聞きましたね、はい、着浪帯、そうです、茶帯と黒帯を、ね、一緒にやるんですね、はい、女子の方は。へー、イザベル・ソーザ、二人の子持ちですからね。ママ。はい。来年もう一人作るっつって、いやもう張り切ってましたね。陽介さん大丈夫でしょうか。陽介さん最近家買ったって話がありますからね。さらに子供も増えてね、働かないといけないですからね、陽介さん。イザベルも働いてるんでしょうか。でも3人いたら働けないです、ね。ああ、そうですね。3人目って今30歳ですからね、イザベルも。味噌汁です、味噌汁。味噌汁のイザベル。あとで苦情とか来ないと大丈夫ですか？味噌汁ですよ、もう。これは今、サイドポジションですね。もう結構抑え込んでますね、はい、あのケイトがね、あの茶帯なんでね、もうイザベラも黒帯としてね、もう負けられない、うんうんうん、ここをね、バチッとねやってもらわないといけませんよ。イザベルでソーザ、もう完全にパスガードしても抑え込んでますね。これはもうがっちりいってますよ、がっちり、はい、さあそしてこれバック入ったでしょうか。イザベルもね、あの最初の方はねすごくあの威勢いいんですけど、はい、後半ね落ちるスタミナ切れがねちょっと顕著になるんですけど、このまま決めきれるかどうか。もうこれ裸締めですね、裸締め、襟を使わず、なんともうスリーパーホールドというか裸締めの状態でアタックしてますね、イザベルでソーザ、はい、さあけどこうなってしまうとマウントに行ってしまうとちょっと、決めづらいか、裸締めは。けどまだポジションはキープしてますね、一応ハーフ、はい、マウントポジションはキープしてるんですけども、さあここから、あ、締め入りましたね、締め入りましたね、締め入った、おっとこれはどうか、ちょっとレフリーの方を見てますが、けどケイトはまだ、タップしてないですね、はい、耐えてますね、はあ、おっと諦めましたね、締めは諦めたか、はい、けどまだ締めは続行してるかな、襟は持ち続けてるかもしれない、はい、はい、ブラジル対オーストラリア in、はい、愛知県ですよ、日本で戦ってくださる、そうですよ、嬉しいですね、わざわざね、あのオーストラリアから来てますからね、ケイトも、そうなんですよ、去年もそうなんですけど、一応あのブルテリア盆栽に出稽古、1ヶ月の出稽古をして、その最後に試合に出て帰るって感じでね、うまく逃げましたね、ケイト、はい、やっぱりね
去年は勝ってますからね、イザベレに。去年もそうなんですよ、去年もイザベレが序盤はすげえポイント取ったんですけど、はい、最後ちょっと、スタミナ切れでやられちゃったっていうところがあるんでね、ちょっとイザベレのスタミナの状態が気になりますけども、大丈夫でしょうか、お母ちゃん、はい、母は強し、ね、母強しですよ、イザベレ・デソーザ。お、膝十字架、お、アンクル、おおっと、トーホールド、お、逆にやる、逆にトーホールド来ましたよ。今ちらっとね、得点というか、試合時間の方見ましたけど、はい、ポイント的にはもうかなり、優位に立っているので、1本だけは許さなければもう勝ちは固いか。さあ、けどスタミナの状態が気になるかどうか。さあ、インサイドガード、ちょっと疲れがまたね、疲れが見えたかっていうところなんですけども、2人とも今腕、そうですね、腕、はい、でラッソーガード的なところでしょうか、はい、おい、はい、タイムアップ、イザベル・ソーザ、もうリベンジを果たしてポイント判定勝ち、ワンマッチ決勝戦制しております。はい、はい、マスター黒帯ライトフェザー決勝戦、後藤隆対ハファエル中内です。はい、これもワンマッチ決勝戦でした。後藤隆対ハファエル中内、はい、後藤隆が、チームレグナムスイタジュースですね、はい、対するは、ハファエル中内小川ジュース。ハファエル中内もずっと、ルースターってもうアダルトのルースター出てたんですけども、はい、もうここに来てマスターに行ってますね。そして、階級も1階級上げてライトフェザーというところで、このねモヒカンがね印象的なハファエル中内モヒカンって水に濡れるとどういう髪型になるんですか。ねえ、ちょっとね今はビンビンに追ったってますけどもね、試合が進んでいくとちょっとねぼんやりしちゃったり、どうなんでしょうか。そう、けどかなりお互いね、はい、動きまくってるのでいい感じなんじゃないでしょうか。さあ、後藤選手が今下から、デラヒーバガード、デラヒーバから起き上がって、テイクダウン行こう、スイープ行こうというところなんですけど、これは場外、はい、さあ、まだすごい、おっと、今のちょっと回転しながら組みついていったんですが、このまた場外、はい、すごい激しいですね。そうですね、試合展開まだね、モヒカンも元気ですよあ、そして引き込んでの クローズドガード、はい、インサイドガードですね、はい、さあどうでしょうか、この、ちょっと今これ足感ですかね、フットロックを狙っているか、ハベル中内、はい、で今ちょっと足が絡み合った状態、はい、ちょっとダブルガードでしょうか。そして後藤選手はベリンボロでしょうかね、けど回転して逃げていく、また場外、また場外、さあハベル中内、おっと、これ2ポイント入りましたね、はい、2ポイントが入りました。さあ、ここからどうか、さあタックル、タックル、おお、入った、来ましたね、タックル入った。さあ、もうハファエル中内の今のテイクダウンが決まってポイントが入って、今これは同点でしょうかね、はい、それとも力強い、うん、すごいよかったですね、今のタックルもねかなりがっつり入ったんですけど、はい、こして三角締め、三角締め、三角、ね、三角、三角、さあ三角締め入ったか、けど今腕を流されないようにちょっと捉えてるんですけども、あ、そっから腕を伸ばした、あ、4分36秒、試合終了間際ですね、本当に、はい、試合終了ラスト30秒でしょうかね、のところで三角締めを、三角締めから腕を決めた後藤選手、一本勝ちで優勝、はい、はい、マスター黒帯オープンクラッシュ準決勝、カーロス木村対ハファエル・ギマライスです。はい、セリンゲーロ、カーロス木村対、はい、ハファエル・ギマライス、ツリールール BJJ ですね、ツリールール BJJ の2トップのうちの1人ですよ、ルール BJJ の代表がハファエル・ギマライスですね、はい、さあセリンゲーロも、普段はねフェザーとかで戦ってるんですよ、もう果敢にオープンクラスに出場と、
セリンゲーロもねもう頑張ってますね。このやっぱ軽い階級の人でもアブソルト出てきますね、ブラジル人は。さあ、ハファエル・ギマラエスとセリンゲーロどうか。ちょっとこれも隣のマットまで行っちゃってますからね、もう動きまくってますね。あ、けどちょっと今これニンダベリでしょうか、ハファエル・ギマラエス。おー、今のはねちょっと無理くりな無理くりなテイクダウンというか、うまく倒してきましたセリンゲーロ。さあ、ハバエル・ギマラエスはこのハーフガードですね、この足をうまく抜けるかどうか、はい、このハーフガードの状態、今フックガードですかね。あ、やる、戻した。さあ、バタフライガード。あ、けどちょっと今のでこれ足を畳まれてしまったか、今のはちょっと不用意にちょっと寝てしまったところがあるか。あ、そしてパスガードですね、パスガード、パスガード。さあ、サイドポジションになりまして、パスガードの3ポイントが追加、ハファエル・ギマラエス。さあ、ちょっとポイント的には不利になってますけども、はい、そして今ラペラを持って、これちょっと締めでしょうか。もうラペラ持ってます、握ってますね。あ、ちょっとこれはどうか。あ、もうまたハーフガード戻しましたね、はい、さあ、ハーフガードになって、これディープハーフを作ろうというところですけども、さあ、セリンゲーロどうか。今このハーフガードからね、足が抜こうとしてるんでしょうか。今上半身を固めにいっているのがセリンゲーロ、はい、でここから今まだね、あのハーフガードから、スイープ狙いでしょうか、ハファエル・ギマラエス。さあ、このハーフガードをめぐる攻防が続いていますが、あ、今ちょっとね、あの相手のズボンを流して膝頭を出そうというところですけど、今この膝を押して戻そうとしているのがハファエル・ギマラエス、はい、黒の道着。さあ、白の道着、カーロス・キムラ・セリンゲーロ、はい、ちょっと今、手こずってる感じでしょうか、このハーフガード。足が抜けない感じ、ね、そうですね。で、今結構もうラペラ持ってますね、ラペラ持ってますね。あ、パスした、パスした、はい、パスしたところから、あ、そして三角締め、三角締めか腕を決めるか。あ、三角きましたね、三角いきましたね。ただちょっと腕が入って、そうですね、この腕をで今顔のところに手を入れて、三角締めはディフェンスしてますけど、これだと腕が危ないか。ちょっと腕を決められる危険性もありますが、どうでしょうか。あ、いや、ラペラですね、ラペラ取りましたね。マウントきました。マウントから今ラペラを引き出して、これ十字締めか。おっと、これは、おっと、これ、あ、そこからバックに回りましたね。さらにバックマウント、あ、バックマウントです、バックマウントからこれどうか。あ、ラペラ持ってますね、持ってますね、持ってますね。おっと、セリンゲル、これ、お、あ、入った入った入った、締め入った入った入ったか。さあ、ぐいぐいと締め上げる、締め上げる。おっと、1本、はい、4分47秒、はい、送り襟締めでセリンゲーロ一本勝ち。はい、マスタークラブオープンクラス準決勝、レアンドロクサノ対エベルトン・アサオです。はい、反対ブロックの準決勝、はい、レアンドロクサノ対エベルトン・アサオ。この2人はですね、階級別でも戦ってまして、はい、その時は、草野がポイント勝ち、そして無差別級の準決勝で再び対戦と、はい、草野がね、マスターの方に出てね、アブソルートの方にも出てきて、この、エベルトン浅尾との対戦、はい、このライトが逆光な感じがする、逆光なんですよ、もうね、夕方なんでね、はい、もう結構ね、時間も経ってます。このね、夕暮れ時のね、この、呪術解除っていうのもまたいいんじゃないですか。かっこいいですね。さあ、この、またハーフガードですね、ハーフガード。さっきも、ね、ちょっと、膝十字を狙ったところだったんですけども、うまくディフェンスして、もうハーフガードからけど足を抜かんというところが草の下から、まあ、また膝どうか、膝十字、
もう草野の足感はやばいですからね。足感注意ですよ。足感注意です。あ、1本決まりましたね。2分34秒、2分34秒膝十字で足感注意のレアンドロ草野1本勝ち。はい、マスタークロールオープンクラス決勝戦、レアンドロ草野対カーロス木村です。はい、草野対セリンゲーロ。はい、セリンゲーロはフェザー、草野はミドルからミディアムヘビーなのでね、ちょっと階級的にはちょっと差があるんですけども、この無差別級の決勝戦、はい、さあセリンゲーロ対、草野の試合どうでしょうか。引き込んだのは草野、はい、上から攻めていくのが、セリンゲーロで、セリンゲーロ腕を抱えてますけども、お、ちょっとこれ重っぷらったか、重っぷらった、お、これ、あ、もう決まってしまった。脇を抱えた状態から足をかけて、これは重っぷらった風に決まったんでしょうか。なんと1分28秒秒殺、はい、足感以外でも決められるぞレアンドロ草野、一本勝ちでオープンクラス優勝です。はい、2階級制覇。はい、ここまでの試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、イザベル対ケイトの、ね、女子の、着浪のワンマッチ、そして、マスターのライトフェザー一本勝ちの後藤選手、そしてオープンクラスも、草野がね、2試合連続の準決勝決勝と、はい、一本勝ちで優勝と、もうね、一本勝ちの試合が続きました。非常にね、あの見応えあったと思います。 CM の後も黒帯の試合続けてみていきたいと思います。はい、それでは CM です。皆さん、次に押してますのはガードから足の関節をアタックします。もちろんこのガンシュスパイドガードのガンシュがつけてください。この足がここでもいいです。で、彼がステップ歩くために向こうに押さえる、押さえ動いたらこっちのガンシュ入ってきて、で、こっちの手がこのポジションです。足が逃げられないように、テンタプシャ、もちろん軍手がカチッとしてくださいね。で、こっちのグリップがこっちに移るです。こっちに移る、こっちに移る、で、押さえるだけ。彼が落ちたら足の関節に入るようにします。もう一回やります。まずこの足最初からコントロールしてください。逃げられないように、この足がここでもいい、ここでもいいです。大事のポジションの大事なことを彼が動かすように、こういうステップ大事に、ステップしたら こっちで、グリップが変わるです。で、向こうに押さえるだけ、
足の関節。以上です。呪術プリスト。はい、ここからはアダルト黒帯の試合を見ていただきたいと思います。試合の見どころはどんなところでしょうか。はいね、もういつものねドゥマオのレギュラーメンバーが出てくるんですけども、ここに一人ね、あのケイン・ゲーリング、あのオーストラリア、さっき の, あのケイト と一緒に、来日してたこのケイン・ゲーリングが黒帯になって試合出てますので、ここでね、陽介とかと試合やってます。やっぱこういうね一人ね違った選手が出てくると面白い対戦が見れるので、そちらの方注目してください。はい、それでは VTR スタート。はい、アダルトクラビフェザー決勝戦、カコタクト対ヒカルド八木です。はい、このね、もうちょっと黒帯のフェザー級とかね、人がちょっといなくなっちゃう、これワンマッチ決勝戦でしたね。はい、で久々に出てきますヒカルド八木、上手呪術アカデミー、はい、でそして対するはカコタクト選手、最近よくお名前、そうですね、カコ選手もね、もう地元ですから、はい、馬王の愛知大会レギュラーですね。ヒカルド八木はちょっと久々ですよね、黒帯で、はい、試合するのはこれもしかしたら初めてかもしれない。私お名前聞くの多分初めましてですね。八木さんです、八木さん、八木さん、ヒカルド、さあこのねヒカルド八木対カコタクト、はい、これ多分黒帯になってから初めての試合だと思いますね、この2人の対戦は。さあこのラッソーガードからのスイープ繰り返していった、カコ選手がまずスイープで、先制のポイントを上げましたね。さあそしてこの、ハーフガードの足抜き、さあヒカルド選手、このハーフガードから足を抱えてますけども、足を抜かせまいとしてますがどうか、しっかり、そうですね、抱えてますね。カコ選手もね、マットの頭をつけてね、バランスを取りつつプレッシャーをかけていってるので、あ、もう抜けましたね、今抜けましたね、これもパスガードのポイント入りました、はい、もうスイープのパス、そしてバック、どんどん加点していきますね、はい、もうワンマッチですからね、もうガンガンいけるっていうところなんでしょうか。さあヒカルド八木はちょっとポジションを奪われてて劣勢に立たれ、ちょっと先手でやられてますね。さあそして腕十字のセットアップ、けどまあ腕組んでますけども、さあ光る打撃どうか、加古選手はもうここまで来たらかなりもう有利な状態なので、さあどうやって決めようかっていうちょっと思案しているところでしょうか。お、いいですね、今のこのクラッチをした状態で反対側の腕を抜く、さあちょっと相手が上に乗っかってきてますけど、まだ腕のクラッチは抱えたまま、さあこのまま一気に決めに行こうか、足を伸ばせば腕が決まるかどうか、ヒカルド八木は相手の上半身にかっいってますけど、あ、決まった、なん6分2秒腕十字、ヒカルド八木ちょっとね足かけてたんですけどね、ちょっとそのまま決められてしまいました。カコ選手一本勝ちでワンマッチ決勝戦制しております。はい、アダルト黒帯ライト決勝戦、アンデルソン高橋対コベルト横山です。はい、もうアンデルソンが普段ミドルなんですけどライト級に落としてますね、1階級、はい、そしてこのコベルト横山との対戦、コベルト横山ベッチーノですよ、ベッチーノ、ベッチーノっていうねニックネームでね、そうなんですね、はい、コベルトだからベッチーノですよ。はい、ベッチーニョさん、ベッチーニョ、ホベルト横山対アンデルソン高橋、はい、アンデルソンもねもうミドル級からね1回級落としてどうだっていうところありますけども、さあ今ガードでちょっと、はい、片一方の、うん、ちょっとスパイダーをかけつつ、ちょっと足を絡めていったところなんですけども、アンデルソンもね最近ベリンボールやったりね結構多彩なテクニックを見せてますけどもね、はい、で今この足に絡みついていくのがベッチーノ、ホベルト横山、はい、
50-50 の攻防か。さあ足を今絡めていってるんですけども、足を広げて、バランスを取っているのがアンデルソン高橋。でもこうなるとちょっとアンデルソンが一回りでかい感じしますね。おっとまたこれは足換狙いか。これ足換狙い、これ外掛けは大丈夫か。ちょっと深くね、おっと膝十字ですね、膝十字、はい、足に絡みついての膝十字。けどここから立ち上がればねスイープになりますけども、はい、逆に、そうですね、逆に足換を、足換狙いには足換をということで、このアンクル、アンクル、トーホールド一本。逆も相手が足換に来たところ、足換に切り返したアンデルソン高橋、6分4秒トーホールドで一本勝ちで優勝しております。アダルト黒帯ミディアムヘビー1回戦、ヨースキストー対アンデルソン坂本です。はい、ヨースキストー対アンデルソン坂本。このアンデルソン坂本も、はい、ジュースプリースト初登場、ツリールール BJJ、はい、坂本さん、そうですね、アンデルソンって言ったらね、高橋だけじゃねえぞと。高橋さんは結構よく、そうですね、しょっちゅういますけども、はい、坂本さんは初ですね。アンデルソン坂本対ヨースキストー初対決。はい、でランあの洋介もね、あのライト級なんですけど、今回でマスターのライトなんです。今回アダルトで、しかもミディアムヘビーですね。はい、ちょっとねやっぱそういうところがね、洋介はもうフレキシブルに、試合をやってますね。階級にこだわらず、年齢カテゴリーにもこだわらない洋介スト。そしてもうこのバックでしょうか、もうこれ足をかければもうバックマウント。はい、そうですね、うまいですね、やっぱこういうところがね、ポジショニングがうまい陽介、相手の背中に張り付いて、さあもうこれはもうかなり相手の襟を持って、もうこれも持ってるんでしょうか、締め入ってるんでしょうかね。あ、もうこれも締め入ってますね、入ってますね。さあもうぐいぐいとぐいぐいと言ってますが、これはもうどうか、もう相手の体にもかかって、これはきつい、これはしんどい、しんどい、伸びてる、伸びてる、相手のか、もう相手のもう襟を持って、もう離さない、ぐいぐいいってますよ、ぐいぐいと、もう足っかけだ、もうこれはしんどい、しんどい、どう大丈夫か。ああもうかなりちょっと粘ったんですけど、アンデルソン坂本1分23秒送り襟締めで陽月ストー一本勝ち、はい、強いですね。アダルト黒帯ミディアムヘビー1回戦、ケインゲーリング対アンデルソン坂本です。はい、この階級ね、はい、あの3人だったので、1回戦で負けたのが、アンデルソン坂本、そして反対ブロックにいたのがケインゲーリングということでね、このケインゲーリング対アンデルソン坂本、もちろん初対決。はい、いいですね、この左右に動くパスガードを見せた、ケインゲーリング、オーストラリアから参戦ですよ。はい、去年はね、チャオビでね、出てて、主者と試合やってましたね。主者と2連戦やってたのがね、去年のね、愛知大会だったんですけども、今年は黒帯を巻いて、ということで、まあ、陽介との初対決が実現ということですね。さあ、これもまた、ちょっともう、締め入ってるんでしょうか。サイドから、ちょっと、これも締めですよね。おっと、そして場外。場外際なんですけど、まだここで相手のサイドから締めを狙いに行くところ、相手が反転に、でこれちょっと相手の腕も固めてますね。相手の腕を足で引っ掛けて、そして締めを狙っていくケインゲーリング。おお、体伸ばす伸ばす伸ばす、腕は、おお、もう決まってますね、今ので決まった。2分39秒。あ、ちょっとがっくりしてますね。坂本さん、ケインゲーリング一本勝ちで決勝戦進出。はい、アダルト黒帯ミディアムヘビー決勝戦、ヨースキストー対ケインゲーリングです。はい。さあ、どうでしょうか、この試合。はい、おお、引き込みました。
さあどうでしょうか。この初対決、はい、ケン・ゲーリング対ヨースキスト、はい、これ今足引っ掛けてるんですね。そうですね、今ちょっとヨースキがねちょっとね、そう押されてる感じありますね。おっと、結構ヨースキさん、そうですね、ヨースキさんがねちょっとね、はい、あ、おっとこの無意味なズーミングなんだ表情を撮りたかったんですね、はあ、さあちょっとこれがね、はい、ハーフガードから今相手のね足を引っ掛けて両手で相手の足首を持って、はい、このスイープ、おーおー、スイープしましたね。さあスイープしてこのハーフガードで上になったのが、はい、ヨースキスト。ヨースキさんどうか、さあこのハーフガードから今、パスを狙っていこうというところですけども、このハーフガードからちょっともう、そうですね、足ですね、足をちょっと、そうですね、今どういう状況でしょう、このハーフガードから足を抜くで上半身を固めてるんですかね。けどケンゲーリングも下からちょっとアピラを引あの持ってちょっとあわよくば締め狙ってやろうかっていうような素振りもあるんでしょうか。あ、抜けました。お、そしてまたスイープか。おっと、うまく耐えた。あ、けどそれでちょっと足が緩んでしまったか、ちょっとニアパス、はい、ニアパスまで行きましたね。あ、これもパスガード、パスガードでしょうか。パスですね、もうスイープパスで5対0になってます、はい。さっきまで押されてたヨースキさんが、そうなんですよ、やっぱりね盛り返しますね、ヨースキスと、ね、あ、そしてニンザベリーも入るか。ニンザベリーは入らず、あ、でもで反対側に回っていって、またさらにニンザベリーなんですけど、そこは、あ、ニンザベリー行ったところをうまくハーフに返した。おー、はい、そこでタイムアップ、ポイントは5対0、5対0でヨースキ。ちょっと試合の流れからすると逆転勝ちっぽいところがありますけども、はい、ああ楽しいですね今日。あのやってない人を2人やって、で最初の人はアンデルソン、1本バック取って首絞め1本打たれた、で2試合目が名前なんちゃったっけ、ケニーで、すごい力パワーあったで、でも最初あのパスディフェンスして、でそれからスイープしてパスガードしてニオンザベリー、まあ、7対0で、5対0か、じゃあ5対0で試合優勝しました。皆さん応援ありがとうございました。いつもありがとうございました。はい、アダルトクラブオープンクラス決勝戦、ヨースキスト対ホベルト横山です。はい、このね、このオープンクラス決勝戦勝ち上がったのがね、なんとベッチーニ、ホベルト横山、はい、なんとあのアンデルソン高橋からね一本勝ちして勝ち上がってますから、階級別のリベンジをして、はい、この決勝戦。さあヨースキストーンも階級別に続き決勝戦進出、さすがです、さすがですね。さあここら辺の試合どうでしょうか。このダークホースと言っていいんじゃないでしょうか、このホベルト横山、うん、どうでしょうか。けどもうハーフガードでね相手をもう抑え込みにいってます。そしてラペラを引き出してるか。さあ、あ、持ちましたねラペラ、はい、ちょっとこれね別地にちょっとこれまずいですよ、これ持たせたら。
ここから一気に決めれますからね、指名。よしきさんのなんか感じになって。そうですね、あのマットにね、マットにデコをつけてぐいぐいと締めに行く。おお。あ、もう入りましたね。締めが入りましたね。おっと、タップする、タップする手もね、フックしちゃうっていうね。1分31秒締め。遅れ締め一本勝ち。陽介のね、秒殺勝ちですね。はい、二階級制覇です、陽介。ありがとうございます。はい。はい、アダルト黒帯の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、もうね、陽介さんのね、二階級制覇、ね、ケンゲーリックと初対決、アンデルソン坂本の初対決、これもね、きっちりと制して、そして、オープンクラスも優勝と、もう二階級制覇、もうさすがですね。はいはい、もうここら辺もやっぱドゥマウのね、もう門番というか、もうドゥマウのね、もう代名詞みたいになってますね、陽介スト。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは CM です。今日はドゥマウオープン2015の試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、ね、ドゥマウのね、もう愛知大会もレギュラーですね。で、今回マスターとアダルトの試合、まとめて見てもらったんですけども、はい、それ以外もね、シニアのね、ま、あのオープンクラスとかすげえいっぱい人出て、まあ、他にもね、いっぱい試合あったんですけども、今回厳選してね、お送りしました。はい、あの次回もね、あのドゥマウのフィリピン大会なので、そちらの方もご期待ください。はい、でピンピンの告知コーナー。はい、私ですね、もう知ってる人もいっぱいいると思うんですけど、今ですね、歌って踊れる巨乳アイドルグループ KNU というグループに所属しておりまして、そのグループでですね、12月の8日に、8日ですね、はい、8日になんと1年ぶりの新曲をリリースすることになりました。はい、ありがとうございます。 Get your dream、はい、夢をつかめっていうことですね。はい、すごいなんかメッセージ性の強い、KNU には珍しい、なんかちょっとかっこいい系の曲になっていて、うん、結構なんかアイドルそんな得意じゃないよって人でも聴いたらいい曲だなって思ってもらえる曲になってると思うので、はい、ぜひぜひ買ってほしいんですけども、そのですね、リリースイベント、リリースイベントも今すごいやってまして、うん、もう週 2,3 ですごいやってそうですね。はい、で、キンキンのリリースイベントがですね、17日に、11月の17日にですね、渋谷のタワーレコードさんで、タワーレコードですね、はい、あのタワーレコさんで、はい、なんとやることになりまして、はい、ちょっとあの駅からね、右に行ったところ、やっぱもうあのでかいところですからね、はい、日本で一番でかいレコード屋なんじゃないですか、そこは。ですかね。はい、もう1階から8階ぐらいまでありますから、ね、2階のカフェとかあったりして、はい、ちょっと夢だったタワーレコさんの渋谷さんでやることになって、はい、その時間がですね、19時からなんですけども、ぜひぜひ、はい、ちょっと近くにいるよって人は、まあ、無料なんで見るの、そうですね、はい、見に来るだけでも無料なんで、ちらっと見てもらえればいいかなと、はい、ちょっと曲を聴いてもらっていいなって思ったら、CD4 タイプあって、喜怒哀楽でちょっとあの、そうですね、ジャケも4種類ありますから、ね、はい、もう発表されてるので、はい、まあ、私的にはそうですね、あの愛の顔が好きだったんですけど、はい、自分の顔は好きだったんですけど、はい、喜怒哀楽でやってるので、ぜひぜひそれもチェックお願いします。はい、そして経営でですね、なんと Facebook、 そう、 Facebook のね、ファンページ、オフィシャルのファンページ作りました。はい、そうなんです、柔術の方って結構なんか Facebook をやっているそうなんですよ。そうなんです、 Facebook 俺がね、一生懸命作ったやつはねあの夏からずっとちまちまアップしてるのがやっともう公開されたので、はい、もういいねってやってください、いいねボタンをいっぱい押してください、はい、
ぜひお願いします。そこにスケジュールも出てるし、はい、ブログの更新情報、あとライブ写真とか、そこでしか載せてないやつとかもありますからね。そこにしかない情報もありますから、はい、ぜひとも、チェックしてください。よろしくお願いします。K ニューオフィシャルっていう、はい、アドレスやってますね。はい、K ニューで調べていただければ、はい、きっと出るんじゃないかな。はい、あとライブ情報、はい、そしてですね、私たちなんと単独の定期ライブが、はい、なんと決まりまして、秋葉原、はい、秋葉原でツインボックスさんっていう、ちょっと駅から5分くらいです。そうですね、マンだらけの近くですね。はいはいはい、そうですそうです。マンだらけのすぐ近くで、地下ですね。地下ですね、地下ですね。はい、のところで単独で定期をやることになりまして、これもう経営入しか出ないんですよ。そうなんです、だから本当 1,2 時間経営入が受けて、本当のライブやってトークやってみたいな感じなんでね、はい、結構いろんなことを企画してるので、はい、それが19日に木曜日です。はい、木曜日、もう新メンバーもですね、期待の新メンバーも、はい、もうデビューしての11人体制でやりますからね。11人体制での初めての定期なので、ぜひぜひ来てください。チェックしてください。よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで、ジュースプリスト、また来週お目にかかれたいと思います。最後に、はい、提供をお願いします。はい、仕事金融のジュースプリスト、この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、ジュース一式、一鉄、イサミ、ベリーハードトゥーサミミット、ラスコンチェス、ルマウ、株式会社、フルファンス、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本健也ジュースプリスト、また来週目にかかりたいと思います。さよなら。さよなら。